は八時半を回りましたたっけんぶし今宵もお届けするのはこの方ですこんばんはたっけんぶですじゃないななんでしょはいたっけんぶしですねどっちでもいいや <laughs> はいえっと、はい、今週も始まったんですけど、はい、えっとですねちょっといろいろまあ今週は先週のえー、っと続きを話していきたいな、はい、主にで考えてるんですけど、はい、その前に 一応宅建武士なんでっていうところからスタートで、はい、ちょっとだけ資格の話をしたいんですけど、はい、今、店長が不動産の会社をやろうとしてて不動産の資格って三大資格って言われてて一般的な資格なんですけど、うん、宅建、うん、で、えー、っとマンション管理士で管理業務主任者、うん、で今、一、えっと、個新しいので賃貸経営管理士店長が。 去年取ったやつ、うん、これが今含まれてちょっと巷では4大資格宅建の<ー>あ不動産の4大資格って言われてるんですけどで今1個だけ、まあ、だろう通って、うん、であと3つ以上自分3つじゃないあと2つですね宅建は今年で通るこれはちょっと論外なんですけどあと1個ちょっとマンションのなんだろうな 法律の資格で、うん、マンション管理士と、えっと、業務管理主任者っていうのがあるんですけど、はい、業務管理主任者っていう部分をちょっと受けようかなと思って、うん、でこれがちゃんと独占業務宅建でいう,こう売買とか賃貸とかの仲介する時に宅建 検視しかできないっていうこの独占業務があるんですけど、うんはい、この管理業務主任者も独占業務があるんですよ。うん、マンションの管理組合、マンションってマネ、ま、さん結構ちょっと複雑で、うん、なんだろうえっと区分所有法って言ってマンションの法律があるんですけど、はい、普通の一個建てって、うん、土地付きの建物じゃないですか。でこれを買ったら大、はい、規模に自分の名義がそのまま乗るんですよ。 おでもマンションの場合って一つの建物に100世帯とか入ってくるじゃないですか。うんはい、で,からでそうなってくるとなんかい、えー、ろいろ普通の一戸建てと違って共用、うん、して使わないといけない部分が出てくるんですね。 例えばエレベーターだったりとかエントランスエントランス <laughs> れないですね <laughs> そうそうでなんかいろいろあってでその共有部分も、えっと、みんなで共有するよね、うん、と一部の人たちが共有するよねとかっていう、うん、なんかいろいろあってその中でまた規約があって、うん、その規約を設定する人たちがこのなんだろうな管理組合って言ってマンションの、うん えとね、例えば100世帯あって、はい、で買った人たちの中から管理する人を理事長、うん、理事とか決めて、はい、でこのなんていうんだろう一つの組織を作るんですけど、うん、でこの組織がまたそのマンションを住みやすくするためにこのマンションはこういう決め事を作りましょうっていうのが区分所有法なんですよ、はいうん、例えば専、えー、有部分って言ったらこの自分の部屋買った部屋、うんはい の話なんですけど、うん、専有部分では「ペット飼っていいですよダメですよ」とかっていう法律を、はい、このマンションのこのんだろう<に>所有者で例えばえっと何だろうな普通で言うと例えばじゃあペット蚊にしますか、はい、それとも駄目にしますか,ますかっていうのを、うん、ちゃんとあの選挙というかん、まあ、だろうなあの何て言うべかな。 アンケートアンケートじゃなくて多数決過半数以上いればこれを議決しますよとか、うん、過半数に満たないものについては却下ですよとかっていうのを全部やって、うん、でなんか重大なものについてはこの比重が大きいんですよ。5分のの以上の賛成者がいないなとできないちょっとなんだろうな、あのー、そんなに重要じゃないねっていうのに関しては。うん 過半数以上とかってあるんですけど、うん、なんかそれをいろいろ勉強しましょうっていう法律なんですね、うんうん、マンション買うときに一番最初に思うのがあ、まあ、こんな言ったらマンション持ってる人たちに失礼なんですけど <laughs> なんだろうなこの法律をある程度なんだろうな表面だけでもいいんで、うん、知った上で買った方がいいっていうのが、はい、自分のなんだろうな あの感想っていうか今勉強しながら、うん、宅建の勉強していって、はい、マンションのお話をいろいろ勉強していった時に、うん、自分はですよマンションはないなって思ってて一軒家、うん、<お>結局自由に使えるスペースってもちろん自分の部屋はもちろんそうですけど、うん、他の部分ってみんなと共有しないといけないじゃないですか、うん、でこのルールにのっとってここで住みやすい環境をもちろんみんなで作るんですけど、うん ペットを飼いたいけどペット飼えないとかっていうルールのマンションに入ると結局またその分規制がかかるじゃないですか自分の家なのに飼ったらダメだよってなるじゃないですかそれよりかは自分で一戸建て,てて、うん、でそこの中で自分で自由にしたいな <laughs> ペットも飼うしみたいな、うんうん、そう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 で<ー>積み立て金ってあるんですよマンション例えば入るじゃないですか、はい、そしたら管理費っって管理会社に、うんえっと、お金を払う分とか、はい それとは別にマンションの修繕費を積み立てるんですよ、はい、毎月何万って。はいうん、で逆にここでだろうな小さな金額、毎月じゃ5000円を10世帯しかなくて、うんでまあ、10名から5万じゃないですか、うん、これが20年後とかってなっても大した金額がたまらないから。うんでね、ってなった時に、うん、じゃあこの建物がもう人が住めませんよってなった時に。うん これを修繕してまた住またななないといけないいとけじゃないですか、うん、この費用じゃどうするのっていう話になってくるんですよだからマンション買うときにこの積立金がどれぐらい積み立てられてるかでこの積立金によってある程度なんていうんですかね、うん、修繕できますよとかできないですよっていうのも判別しないといけないらしいんですね、はい、そういうのを考えると<ー>なんか,あそっか。ちょっと ややこしいですよねお金がないこのマンションだと、うん、もう一人当たり急に100万とか出してくださいみたいなあになっっちゃうってことですか、うん、それでみんなで直しましょうみたいな人それぞれ生活の水準があるじゃないですか、はい、そんなの考えると大変なんでっていう、うん、だからマンション買う時はそこら辺の表面的な知識は、うん、あった上で住んだ方が、うん、そう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  いい,のいいかもみたいな、うん、で人気のなんかマンションとかっていうのは住んで何年かして売ればそんなに落ちないから、うん、まあ落ちないって言い切りはできないんですけど、うん、あんまり落ちにくいものとかの物件についてはそこまで損してないと思うんですけど安い物件があるじゃないですか。数が結構立っってるんですそれなりにやっぱ積立金も っってていう話にもなってくるる可能性あるんであ、はい、んそこを踏まえた上で知識を持ってないと損するよっていう,うそれをなんだろうなまあそれのんて言うんかな法律のお話の資格なんですけど、うんうん、それをちょっと12月1日にあるんでここまで店長 <laughs> 取りたいなと思って <laughs> これを今日申し込んだよっていうのを、はい、ちょっとラジオでにしゃべろうかなっていう、はい、だけの話です。あ <laughs> じゃあ宅建が終わった後もそれに向けて 12月の1日なんで、はい、ちょうどバックナンバーのライブが11月の30で自分その次の日にテスト受けに行くんですよ <laughs> どうしようかなと思ったんですけど一応 <laughs> 物は試し受けるだけ受けて、はい、まあ今年は別に受かる気ないけど来年通ればいいかなぐらいの感じで。うん、とりあえず受けようみたいなうん、うん 心持ちでそうそうそう雰囲気をちょっと確認しに、うん、っていう意味で受けてこようかなと思ってですね結構喋ってますね、えー、<laughs> どうでもいい話よっていう話だったんですけどマンション買う人はちょっとなんか「はい、あったっけでこんな話してたな」って。 っていうのが頭によぎったんであれば、うん、区分所有法っていう、まあのー、マンションの法律があるんで、うん、これ、グーグればすぐ出てくるから、はい、ある程度ちょっと法律の条文つとちょっと難しいんですけど、うん、噛み砕いてる部分結構あるんで、うん、そこをちょっと,ょっとある程度見てでそこから買う、買わないは判断した方がいいかなっていうのがあってですね。 えとこれにしておきましょうね引っ張ってもしゃあないんであと、えっと、ちょっと前に、うん、えと山内さんと丸美さんちょっと飲みに行く機会があって、はい、でその時にちょっとだけ、ね、飲んでる場で若干酔っ払ってはいたんですけど <laughs> それをちょっと言葉に出したから、はいはい、ちょっとそこを目標に立てるためにな<ー>なんだろうなあの告知しとこうかなと思って「はい、でどうでもラジオ」あるじゃないですか。これを えと恋愛節とのあまあ恋愛節タッ節 <laughs> どっちのコラボにってたかちょっと覚えてないですけど, <laughs> かど、まあ、何かのコラボでちょっと自分もあの中に入れてもらって喋、はい、る機会を、うん、まあ今で2回3回ぐらいやってるんですか23回やってると思うんですよ、はい、やっても3回ぐらい多分やって,やってますよねうん、うん、で今年をまた年末ぐらいにそれをちょっと持ってきたいなって思ってて、うん、で今回は ちょっとまあ、今からいろいろ交渉に入るんですけど、はい、飲み屋さんの女性を連れてきたいなとこれは頭の中でちょっとうっすらやりたいなってずっと思ってたんですけど。はいはい それを言葉にしてなかったから何も言わなかったんですけどそれを言葉にしてしまったからちょっとそこを自分でプレッシャーをかけて女性と交渉していこうかなみたいなどこまで時間作ってもらえるか分からないですけど一番自分がお気に入りの子をとりあえず交渉してそれが叶うんであればまた山本さんと奈美さんにお願いして年末にそれをやろうかなみたいなその告知。すごい ですね。なんか年末にふさわしいちょっと特別会になりそうな <laughs> そう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 でやっぱなんだろうなあの飲み屋さんの女性から見た一般の男性客の恋愛の対象となるこの境界ラインっていうのをちょっとなんだろうな深掘りしていきたいなみたいなまあ結局お金を払って。 なんかその場を楽しんでるっていうのが店長の遊び方なんですけど、うん、その場のラインでやっぱりなんだろうな中には真剣に恋愛したいなって思う瞬間って結構あったんで、うん、今までそれをなんだろう真剣に恋愛するってなった時にどれぐらいのラインどれぐらいのラインっていうかどれぐらいのこの何て言うの接してる雰囲気からなんか真に受けていいのかっていうのをちょっと深掘りしたいなって。 はい、って思っててて思<ー>そこをちょっと聞きたいなっていうのでこの企画を。うん、でもなんか下水話ですけど、はい、<laughs> <laughs> 初めてのゲストが女性っていう <laughs> で女性以外呼ぶ気ないんで <laughs> とりあえずそこをちょっと目標にして交渉して、うん、でまあなんかそれを、うん、まあ飲み屋さん、うん、でまた違う人種の女性を、うん、また。 これれが成功するんであれば、はい、ちょっとなんかあのー、話の展開的に盛り上がるんであれば、うん、またちょっと別ジャンルの人を呼んできてどうなのかっていうのをやってみたいなって思ってて、うん、ちょっと今回お試しなんですけど、はい、無事それがなんだろう企画として実現しそうだったらまた後日、うん、<laughs> そこについて喋ろうかなみたいな,いない <laughs> 今日引っ張りすぎっすねもうやめましょうねこの話はもう終わりにします。ま、えー、まだまだ喋りたいやったんですけど、はい えっと、先週のお話で、えっと、なんだろう、まあ、彼氏から指輪をもらったときに、うん、女性はどの指につ,き、ま、つけますかっていうお話をしてて、うんうん、それをちょっと今日まなみさんが、FM 犬ンのインスタに、ストーリーでアンケートをちょっと取ったので、その結果をちょっとお伝えしたいと 思うんですけど。はい、お願いします。はい、えー、薬指にあ、えっと小指からもらった指輪を薬指につけるか、はい、それ以外,それ以外っていう二択にしたんですよ。はい、はいえー。薬指が八十二パーセント。八割ですよね。<laughs> <laughs> まあ、ちょっとね、なん名答えたかがわからないんですけど、これ後でまたわかると思うんですけど。はい。 で薬指以外がなので18%、はい、ーうん午前中の時点では五分五分だったんですよ、ね、だうんちなみに最初の 1, 1投稿っていうんですかはい、はい、最初の 1, 1票目は薬指でした、はい、<laughs> でそこから多分またどんどんこうやってったんじゃないかなって思います<ー>、うん、でもやっぱ薬指派が 多いってことですね。やっぱダントツ多いですね。八割ですからね。八割多いですよね。ってなるとやっぱり薬指に指輪をしてる女性は基本的には追いかけない方がいいって。間をこの約二十パーのあれにかけるか。結構あれですね。あのなんだろ爆知的な要素がありますよね。ほぼほぼダメですよね。二割ってなると。でもその先週 FM ギノアンのちょっと。 飲み会月に1回の飲み会があって、はい、その時にいる女性の人にも1人聞いたら、はい、その人はあのー、指輪つける場所はこだわらない派結婚<ー>指輪はもちろん左手の薬指ですけどうん、うん、恋人からっていうのは。 ど別にこだわらない派でしたね。ってことは変な話、じゃあこの人が結婚してなくて、じゃあ彼氏がいますってなった時に、この彼氏からもらった指輪を小指につける可能性はあるんですか。あると変な話親指にかっつける可能かもしれないね。その時会う指だよねみたいなことをやっぱ話してたので。その時会う指？この指輪の大きさにもよるじゃないですか。多分あります。 指輪買う時ってサイズ調べるんじゃないですかどういう感じで買うのかがね自分はどうやって買うのか。彼女とのペアリングっていうかそういうのはちゃんとあれです実際だろう一緒に行って別に何も買うとかそういうのを告知も何もしてなくて。 でじゃあ買おうかっていう、えー、ちょっとサプライズ的なもので、はい、でもそこでもサイズ合わせしてもらって、うん、合わせる時はじゃあ薬指に合わせる、うん、この時は薬指にしてましたへえ<あ>、うん、それはもう何だろう,ういろいろ前提だったからっていう,<ー>うんだったんですけど、うん、だからなんかそれイコールまあそれ以降はあんまりそういう何だろうなそういう指だっていうあ,んまあれがないから何 <laughs> とも言えないんですけど何 <laughs>、はい、だろうな目も何て言うんだろう 多分じゃあそれあげますってなった時にやみくもに大体このぐらいのサイズだろうなって思ってかないああって思ってそうなんですね、うん、あ,あそっかでも考えてみればそうだその指輪の買い方があんまり想像してなかったかもしれないですね、うん、なんかもらうものなんていうんですか、うん、まあもらうかもしくは自分で買うんですけど自分で買う時も、まあ、そんななんかすごいあのめっちゃ ね、そういうい宝石屋さんみたいなところとかでは、うん、私も自分でって指輪買ったことないので、うん、なんていうんですかね,ねなんかちょっとアクセサリーショップのみたいな感じのところで <laughs>、はいうん、デザイン見て<ー>でそのデザインで可愛いと思ってそれが合うところにはめる、うん、みたいなのが合うところあそっかそういう系っていうのは結局サイズが豊富じゃないでも豊富じゃなくてもサイズ合わせて,してもらえるんですよね。はい でも多分ああいうなんて言うんですかもう本当にアクセサリーショップみたいなとこに売ってるやつは多分合わせられない合わしきれないんですねと思います。じゃこのサイズのものうん例えますけどじゃあなみさんこれじゃあもらうじゃないですか例えばじゃあ何ヶ月の記念日だよって言ってでんかそれをまあもう結婚前提で。 ではない何て言うかなまあ一応そういうイメージもう本気ですよっていうのを婚約指輪じゃないけどそれを渡す渡されるじゃないですかめっちゃブカブカだった時の心境ってどんな感じだと思います想像したらいや来ないですかめっちゃブカブカあまあ確かいやこんなに指太くないからみたいなっていうのもあるし逆にでも逆に分かっても怖いですよねあまあ確かに分かっても怖いよりはな一緒に でもしいのかなら嬉しくないですか嬉しいんですかね逆になんかそのサプライズをするんであれば嬉しいというかただ単にびっくりかもしれないです私のあびっくりっびっくりするんですかうもう薬指のサイズに合わせて指を選びたいなって思うんですようん、うんね、サプライズでやるんであ,ばあ,やあなるばっていうか何で分かんのっていうのをうねでも逆にこのサプライズで 渡すじゃないですかでつけてみてってでつけた指のサイズがあのなんだろうこの指輪のちゃんとあのつける場所だよみたいな感じで最初に前振りしてでそれがあの左の薬指にしか入らないって言ったらちょっとなんだろうな感動はしないですか感動感動するのかここどう難しいですけどなんかこれでおってはならないですか。 とはなるかもしれないけど、そちょっとっての想像できない。どうどうなんでしょうね。あ,あんまりないですね。そっか。だからそれを考えたときに、も私も考えてみれば指輪っていうよりはあのピアス、はいはい、でもらったことはあって、はい、そうそうそれは向こうがもう選んでなんていうんですかね。<ー>その当日もうピアスだから要は,はい、はい、なんていうんですか。 空いてるか空いてないかしかわかんないあれなのでだからねそれだったらもうサイズとかもちろん考えずにあれができますけどうん、うん、そっか、ねうん、指輪のことを考えた男性ってどんなっておげるのか <laughs> 逆に付き合ってるぐらいでもし指輪を買おうって思うんだったら多分サイズはやみくもになんか、うん。 って <laughs> 外すよりかはある程度リサーチする。ねうん、そうですよね。女性からしたらも,、はい、もらう側からしたら、はい、サイズが極端に外れすぎてるのと、うん、極端に合いすぎるのどっちが嬉しいっていう。うん、<laughs> えどっちなんですかね。これもちょっとアンケートじゃないです。<laughs> そうそう。でも逆にどっちがいいですか。<ー>あのなんだろう。例えば今の店長が言う。ああ、ふかよりはあった方が。 いいのかなどっちかって言えばじゃあ逆にブカブカすぎるのと全然入らないっていうサイズがちっちゃすぎるみたいなってなったらどっちがいいですかまだえブカブカか入らないすぎがでるこれちっちゃすぎないぐらいの えちっちゃい方がやいかでも多分指が細いとかっていうよりは、うん、なんか大きいよりはちっちゃい方がかわいい。指輪もんか,もうなんかそか私個人的に多分。 小指につけるおしゃれのやつでピンキーリングっていうのがあるんですけどあのサイズが好きなんですよだからちっちゃい方う取るかもしれない他の人はちょっと違うかもしれないですけどでもさんみにたまに何か3 c コインズみたいなところで指輪よく買うんですけど300円くらいのかわいい指輪があってそれお気に入りなので。 つけてます。あ、これってじゃあ何だろう。つけるときって、それをつけるのは、でもあえて一応薬指はつけないようにします。なんか、やっぱそうやってなんか変に思われる。あまあまあ確かにそうすあるし、だから薬指か中指か、薬指じゃない。人差し指か中指かかな。サイズが、そうでも指によってなんか絶妙になんかサイズが違うので、今は その私のお気に入りの指はあの合うサイズは左の中指左の中指、はい、だからそこに多分つけてますね<ー>、うん、なんかここが絶妙だと思います私,私的にははいはい中指につけてたらか,、うん、なんかほぼほぼ男はいないんだなって思ってしまいそうです、ね、そう男の人はいない人が多いんじゃないか<ー>、うん、人差し指ぐらいだと なんかもしかしたらってちょっと思う小指とか特に小指はまだ薬指の次に線が強いかなって思ってしまうかもしれないですけど店長の感覚ですよ世の男性はわかんないですけど店長の感覚的にはそう思ってて今まなみさんが言ってた今んだろう自分が収録撮っててまなみさんがつけてるのって見たことないんですよ。仕事の時にはつけないですねねそうよ飲み ったこともあるけど飲みに行ってる時もあんま結局仕事終わりだからつけてないんですね。そうです。そうしかも最近は遊びに行く時もよっぽどのなんかその時の気分遊びに行く時も最近だからあんまつけてないですね。だからなんかそれを今ちょっと話しながら思ったのが女性のなんだろうな本気度を測る例えばえっと今日のこの男性と飲みに行く本気度を測る時に普通の男性 ただ飲みに行くときにはしないような、うん、多分格好をすると思うんですよ。うん、ね格好にも出るでしょうね。やっぱ出ますよね。うん、多分女性も出ますよね。で店長ももろ出るんですけど、<laughs> その格好に出るときにそのなんだろうな指輪っていう一つのこのキーワードも入ってくるのかな。例えばなんだろうそういうなんかちょっとそういう飲み会がありますってなったときに。はいうん その指輪とかあでもありそうな感じがしますね、なんか私も多分指輪つける時は例えば友達となんか遊びに行くなんて言うんてうですかね結構いい、いい感じのところに遊びにいい感じのというかなんか気合い入ってるじゃないですけど<ー>そういうなんか楽しみとか,なんかそういう時だったりすると思うので。 ってことはじゃあ普段つけない女性がその飲みの場とかにつけてるってことはなんだろうそこはあそれはいいあれなんじゃないですか脈ありっぽい感じでしょおしゃれをしていくっていう捉え方ではありかもしれないでもただそれが薬指についてる指輪だったら、うん、<laughs> なんかそのもしかしたらこの。 彼氏いるから、近寄るなよ、なんか合図かもしれない。これ難しいですね。あ、そうですね。わかんないです。なんか、そう、そうなのかなって、ちょっと今思いました。逆にですよ。逆に、あ、もう時間が微妙だ。逆に、例えば、まなみさんが。彼氏います。で、右の薬指に指輪をしてますってなった時に。 これをやってるイコール、うん、もう他の男の人にあんまり構ってほしくないっていうなんだろうなこのああのなんかそれもあ,れなる,あれなる気はしますけどねあやっぱそうなんですか、うん、なんか別に自分にあんま興味持たないでねっていう意味の、うんうん 指輪の付け方って,捉えていいんですかねそれってもうあると思いますけどね<ー>どうでしょうってなるとやっぱりあれですねやっぱ声かけない方がいいっていうあれですね、うん、<laughs> ちょっとあれですねもうちょっと時間が足りなかったですね頑張って声かけてみるから <laughs> そうですねかけてみます、はいさようなら